こんばんは、速稼塾の久保です。台風19号に備えて、まあいろんなね、お水ですとか、保存食、食品ですとかをね、買い求める行列とかっていうのを皆さんも目にすると思いますし、まあガソリンとかもね、貴重な資源になると思います。この時期っていうのはいつもそうですよね。で、私去年ずっと1年間を通じて、自分がリアルタイムで防災用品をね、購入しながらっていう動画を1年間お届けしてました。それがね、今でもストックヤードにあります。それをちょっと今日はお見せしますね。実はね、最近期限が来るものから順番に食べてるんですけども、このドライカレーっていうのもね、お湯を注いで15分もしくは水を注いで60分で美味しいのができるんですよ。これ実際私はね、今毎日食べてます。ちょっとね、画面切り替えますね。はい、ちょっと並べてみました。わかめご飯も同じ作り方です。これもそうです。豚汁ってあるんですよね、白粥、ドライカレーでしょ。ラーメンもあるんですよ。このまま食べれます。ここ袋を開けてスプーンが全て入ってるんで、スプーンがね、でこうやって食べるんですよ。でこちらの方にもあるんですけども、今開けて皆さんにお見せしようと思ってね、おやつも入ってます。これも缶を開けて、やっぱりね、食事だけじゃなくっておやつもあるんですよ。5年保存って書いてますよね。5年使えます。で期限がまだまだあるんですけどもね、あと3年ぐらいはこれ持つんです。あとね、羊羹ですね、5本入ってます。やっぱ災害時にずっとこもってばっかりだと、食べるっていう楽しみが失われてくるんですよ。ですから最大限食べる楽しみがね、与えられるような食材をここに揃えてます。でまだまだありますよ。おろして、ここにもね、あるでしょ。今在庫チェックをしながらだったんで、かなりあるんですよ。で下の方にもまだこれありますからね。でこっちにもまた別のシリーズがあります。これだから、何の災害もない時にこういうのを悠々と揃えていくんですよ。でこちらの方にもね、水があるでしょ。で水は200ケースあるんですけども、さすがに200ケースこの部屋に並ばないんで、この部屋には並びませんのでね、備蓄倉庫に移しております。備蓄倉庫はここからすぐです。はい、こちらの方はこれライトですね。でポンチョっていう風なのがあります。これね、あったかいんですよ。これ着ると防寒になります。はい、こういうのもありますね。ヒートパックですね。これあったかいんですよ。加熱時間15分ということです。あったまります。体拭きもありますね。でこれが防災バッグですね。この辺にもいろいろと有事の際に必要な道具が入ってます。人を救助するためのものとか、ご近所に配るために買ったものもあります、ね、自分だけ助かってもいけないんですよね。トイレですね。まだ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 あります。これもね、なんか結構長持ちする水です。まだまだあります。はい、いかがでしょうか。あ、ということでね、私の住んでるところってのは過去50年間深刻な災害が1回もなかったところで、今回も台風19号が来るんですけども、おかげさまで瀬戸内海の内側っていうのは中国山脈とか四国山脈に阻まれて、災害が本当ないんですよ。で地震も来ないし、津波もないし、台風被害もないんですよね。まあ、その上でもこれだけの備えをしているっていうこともありますし、当然ですね、これは何だろうということです。これ覚えてます？皆さん、これはね、パネルなんですよ。ちょっと出せないですけども、ソーラーパネルです。ソーラーパネルがあって、これがね、常に充電の給電器、10万アンペアですね。 USB があったり、コンセントプラグがあって、ドライヤーでも電子レンジも使えるってやつです。でこういうのがあったりね、他何があるんだろう、これ何でしょうね、わかんないですけど。で、撮影器具がなんか無造作に置いてあったりとか、アラブの王様みたいなのがあったりね。はい、わかんないですけどね。はい、台風19号備えっていうのは、やっぱりしまった、やってなかったって方は結構いらっしゃると思うんですけども、なんでスーパーに行列ができたりとか、コンビニに品柄ができるかっていうと、やっぱりね、同じように準備をね、する前に災害が来ちゃったみたいな部分があると思いますし、台風19号につきましては1週間ぐらい前から徐々にね、危ないよっていう風な報道はあったと思うんですよ、インターネットをはじめ。でその時に、あ、じゃあ今のうちにホームセンターに行ってペットボトルの水をどんどん積んどこうかなとかね、養生テープを買っとこうかなっていう発想に
なるために去年は私も放送してたんですけども、まあね、その時に本当にそれを真に受けて所得の 1% を防災に費やしていきましょうってのをやった方もいれば、やってない方もいればですね、皆さんいかがだったでしょうかね。ここにちょっとサンプルを置いてますけども、こうね、ちょっと雑然としてるね、雑然としてましてすいません。まあ私はやってましたよってのをお店を今更するものでもないんですけども、私はこれを常にやっていて、で、例えばね、こういうペットボトルの水って5年ぐらいが耐用年数なんですよ。だから4年目に必ず飲むようにしてます。こういう食品も5年が耐用年数なんですけども、2023年の9月って書いてるでしょ。ですからこれは2022年に私は食べるつもりでここに置いてます。そうするとね、普段防災用品を使ってると慣れてくるんですよ。だから有事の際にももうスラスラスラと説明書なんて読まずにできるんですよ。全然慌てないですし、その時に周りの人にこう教えて助けてあげれるんですよね。だから何もない時にどのぐらいリスクヘッジにエネルギーをかけておくかってことなんですよ。何かがあった時はすでにもうそれはねできてないっていうか遅いんですよね、うん、お金の問題もそうです。お金が急になくなっちゃった時にどうすればいいかってことはお金がある時に考えていることなんですよね。で、体力が衰えてきた時にどうすればいいか、それは体力があるうちにやっておくこと、それからいろんな人がね周りにいるけどもいきなりいなくなっちゃうことってあるんですよ。じゃあそうなる前にもうね仲直りをしておくとか感謝を表現しておくとか親孝行しておくとかいろいろあると思うんですけども、できるうちにやっておくことって結構あるんですよね。そうするといざという時に何も困らないっていう現象があるんではないかなと思いますんで、私はそのね、この台風が来たからリスクヘッジをするんではなくて来てない時にやりましょうということでやってるということですかね、やっぱりね災害が起きた時に水のペットボトルをね200ケースとか用意できないですよ。災害が起きてない時に1年ぐらいかけてね、3ケース買って5ケース買って2ケース買って1ケース買ってみたいなことを繰り返して積み上がっていくんですよね。まあそうするとなんですかね、運搬もそんなに大変じゃないですよ。1回1回がちょっとなんで。でもいきなり100ケースとかいうのは無理ですから、それはトラックに乗せるってことになっちゃいますんでね。まあそういう形で少しずつ毎日自分の人生に対して準備をしておくってことが私たちはできるんじゃないかなと。それがリスクヘッジであり知恵であるのかなと思います。その上で対処しがたいものが来たらそれはもうしょうがないじゃないですか。やるだけやったんで。ただやっぱりね、自分の人生生きてきて、まあね、どっかの国から核ミサイルが飛んできたとか、南海トラフが来たみたいなね、そんななんか一生に一度出会えるかどうかわからないような災害に対してはもうこれはね、リスクヘッジしても間に合わないと思って諦めますけども、でもね、準備しておいて助かるものだったらやっぱり準備しておきたいなと思うんですけどね。皆さんいかがでしょうか。それではね、ちょっとこの部屋はエアコンがついてないんでむちゃくちゃ暑いです。ちょっと失礼します。どうも皆さん、いつもご覧いただきましてありがとうございました。はい、壁にはピアノのね絵がかかってますね。それではまた明日お会いしましょう。最後になりましたけども、今日私47歳の初めての日、いわゆる誕生日ですね。たくさんの応援メッセージありがとうございました。皆さんからね、温かい言葉、中にはね、お前がムカつくみたいな言葉もありましたけども、何でしょうね、誕生日に、お前誕生日おめでとう、お前はムカつくんだ、みたいなね、こととかね、久保さんの放送はちょっと間違いがありますとか言ってね、チェックしてくださる方もいて、まあいろんな意見があって、すべてが私の人生に訪れたプレゼントだなと思っております。それでは失礼します。